佐藤健、長澤まさみ、森七菜、映画、4月になれば彼女は、インタビュー&メイキング映像解禁。映画、4月になれば彼女は、3月22日公開、より、メインキャストの佐藤健、長澤まさみ、森七菜が本作への思いを語った、スペシャルインタビュー PV、プロモーションビデオが、解禁となった。本作は、プロデューサーで、小説家としても数々の話題作を生み出してきた、川村氏の同名小説が原作。婚約者との結婚を控えた、精神科医の主人公、藤代俊役を、佐藤、結婚を直前に控えて、謎の失踪を遂げる藤代の婚約者、坂本弥生役を長澤。藤代が10年前に交際していた初恋の女性で、世界中を旅しながら、藤代に手紙を送る伊與田春役を森が演じる。監督は、米津玄師、レモン、富士風、青春病、宇多田ヒカル、ゴールドまた会う日までなど、多くの伝説的ミュージックビデオを演出し、本作で長編映画に初めて挑戦した山田智和。撮影監督は、新聞記者、余命10年などを手掛けた今村圭介、音楽は、スワローテール、ラストレターなど、岩井俊二監督作品の映画音楽でも、傑作を生み出してきた小林武史。主題歌は、富士風の新曲、満ちてゆく。今最も旬&実力派のキャストとクリエイター陣が集結し、圧倒的な映像美と世界観で描かれる珠玉のラブストーリー。今回解禁となった PV は、キャストが自身の演じたキャラクター像や注目ポイントについて語ったインタビューに加え、初解禁となる現場でのメイキング映像が一つなぎになった約4分間の映像。本編撮影中のインタビューで、佐藤はドキュメンタリー性みたいなものを大切にしたいと思っていました。今回はできるだけ恋愛というものの真実を追求するような作品だなと思いましたと、より自然体な藤代という人物を作り上げ、誰もが共感できるようなむき出しの恋愛観に迫る作品であることを熱弁している。結婚を目前に突如失踪してしまう、どこか複雑で繊細な内面を持つ弥生を体当たりで演じた長澤は、恋愛で悩んでいる人に見てもらいたい作品になっているのかなとと、すべての恋愛経験者に向けメッセージを送った。森は、人生の全部が詰まったような、また新しいラブストーリーになっているのかなと思いました。この映画の最後、これを望んで私も生きていこうって思うと溢れ出る感情を抑えきれない様子で語り、仕上がりへの確かな自信を覗かせている。新たな本編映像に加え、佐藤と山田智和監督が語り合うシーンや屋外ロケなどのメイキングも公開。キャストスタッフが一丸となり、熱意を注いだ様子が感じられる、貴重な映像となっている。